常年司チャンネルニュースの虎川がおー、はい、始まりました。皆様面白かったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。いやー、本当にね、昨日驚きましたね。ツイッターのトレンドにね、津田大輔さんが書類送検されたというね、趣旨の、キーワードがね、上がってきて、津田さん、何やったの？ということでね、ニュースを見てみたら、中京テレビのね、ネット版にね、こんなニュースが出てました。知事リコール署名めぐり、ジャーナリスト津田氏、あれおかしいな。肩書き間違ってますね。メディアアクティビストですよ、この人は。ジャーナリスト。じゃないですよ。自称はメディアアクティビストだと思うんですけどね、多分ね。間違ってませんけど、まんまいいや。ジャーナリスト津田大輔氏、加山氏ら4人書類送検、愛知県警ということで、記事が出てました。はい。で、愛知県知事のリコールを求めた署名運動をめぐり、嘘の情報をツイッターに載せて運動を妨害したとして、ジャーナリストの津田大輔氏ら4人が書類送検されていたことが分かりました。地方自治法違反の疑いで書類送検されたジャーナリストの津田大輔氏や、精神科医の加山里香氏ら4人ですと。まあ、映画評論家のね、町山さんとかも入ってたらしいんですけどね。はい。関係者によりますと、4人は、愛知県の大村知事リコールを求めた署名運動をめぐり、ツイッターに、県知事リコールに参加した人たち、愛知県広報で、本名と住所が県民に告知されるんですね、などと嘘の情報を載せて、署名することをとどまらせて運動を妨害した疑いが持たれていると。運動を指導した高須クリニックの、高須院長が、まあ、刑事告発をして、愛知県警が、まあ、受理したと、いうことで。まあ、ただね、これちょっと、ツイッターで盛り上がってた人ね、津田さんこれで捕まったみたいに言ってる人いるんですけど、別に捕まってないですからね。そこはちょっと勘違いしてるんだよね。これ、訴訟手続きあんまりよく分かってない、刑事訴訟のね、手続きよく分かってない人がですね、うわ、津田、捕まったらざまみろみたいな感じで騒いでる人いるんですけど、違いますから。津田さんの名誉のために言っておきますけど、津田さんは捕まってないです。捕まっておりません。書類送検されるというのは捕まったことにはなりません。逮捕もされてないです。別に証拠隠滅も恐れもないんで。逃亡の恐れもないしね。逮捕もされてないし、ね、それから、その起訴されたわけでもないです。検察に送られて、これから起訴されるかどうかということでね。まあ、検察の方もね、書類をね、まあ、その、検察に送ったんですけれども、起訴してくださいというですね、まあ、起訴を求める意見というのはつかなかったと。いうことでございます。でね、津田さんはね、こんな風に言ってるっていうのがね、書いてあるので、これこのままね、津田さんの名誉のためにちょっとね、そのまま、お読みしたいと思いますね。はい、津田さんこんな風に言ってます。書類送検とは、警察が必要な捜査を終え、検察に関係書類を送ったという意味でしかないので、特にコメントはありませんが、被疑者として捜査の対象になった場合、たとえ不起訴になっても、前歴、括弧前科ではないがつくので、理不尽だなと思います。という風に津田さんは言ったそうです。加山さんは、このような案件はすべて警察から検察に送致されることになっています。今回の書類送検は、その手続き上のことを考え、必要があれば今後も捜査に協力するつもりです、というふうにコメントしたそうです。で、この件に関してはですね、我らがトンキン新聞がですね、津田さんがね、こういうふうに書類送検されたってことは、別に逮捕されたわけでもないし、有罪になったわけでもないです、というですね、まあ、クソ長い記事をですね、掲載してますので、これをちょっとご紹介しておいた方がいいですかね、津田さんの名誉のためね。津田さんは書類送検されましたけど、捜査が終わったら書類は検察に送られるんです。はい。送致されるんです。それを書類送検というんです。別に逮捕されたわけでも、ましてね、有罪が確定したわけでもないんです。裁判が開かれるかどうかもまだわからないという状況になるので、皆さん勘違いしてですね、津田さんが捕まったみたいなデマを流しちゃダメですよ。違いますからね。全然違いますからね。はい。で、このね、東京新聞の記事によるとね、これは昨日の記事ですね。加山里香氏、津田大輔氏らの書類送付が意味するものとは、愛知県知事リコール妨害容疑というね、タイトルの記事が出てまして、まあ先ほどのですね、説明が書いてあるんですよ。でね、その中でね、ツイッターのと、トレンド入りで、ツイッターのね、トレンドで、その、書類送検と、津田氏が書類送検というのをトレンド入りしたと、で、書類送付とは一般に馴染みの薄い言葉だがどんな意味なのか、警察は違法性をどう判断したのかということで、まあ、この記事が書いてあると。で、まあ、ポイントは、起訴を求める意見はついてないということですね。はい。で、書類、送付の際、愛知県警は起訴を求める意見をつけなかったと見られるとも報じていると。で、この報道に対して、まあ、津田さんや、まあ、加山さんが、さっきのね、まあ、コメントを出したのと同時にですね、この報道がね、デマで騙す手法ですね。悪質ですね。こいつらがやったのか、厳罰に処すべきだ、といった、まあ、非難の書き込みも、まあ、多数、見られると、いうことで、これひどいと、ね、まあ、いうことを、この東京新聞言ってますと、ね、まあ、さっき言ったやつですよ。デマで騙したひどいとかね、こいつらがやった厳罰に処せみたいなことを、こう、みんな漏れ上がっちゃってるんですけど、いや、そうじゃないですよっていうのは、この東京新聞に書いてあります。
はい。じゃあ、本当に愛知県警はデマで騙す手法と判断したと言えるのかということで、まあ、東京新聞はね、そうじゃないと、いうふうに言ってるんですね。はい。で、それは、まあ、これはとりあえず捜査されたら、ね、まあ、捜査が終わったら、速やかにですね、まあ、検察官に送致しなければならないって書いてあるから手続きをやっただけで、ね、デマで騙す手法だと警察が認めたわけじゃないですと、いうことが、こう、ぐちゃぐちゃぐちゃと、まあ、書いてあります。はい。若狭弁護士なんかはね、元ね、東京地検のね、まあ、コメントなんかも拾いながらですね、若狭さんこのように言ってるんですよ。警察は告知を受理すると、告発を受理すると、その後必ず、書類を送付することになる。捜査しただけで、嫌疑の疑いがないという認識の時でも、検察庁には、書類を送付するということで、まあ、必ず、疑わしいとかいうことになったわけじゃないというふうに説明します。で、妨害に当たらぬと評価されたのかと、いうことなんですが、これはね、東京新聞はですね、まあ、若狭さんがね、起訴を求める意見をつけなかったということで、まあ、警察はですね、まあ、これは、妨害には当たらないというふうに言ってるというふうに若狭さんが、コメントしております。この記事の中でね。はい。で、まあ、それで、まあ、津田さんのね、このまあ、ツイートなんか拾ってですね、まあ、前科はつかないけど、前歴にはなるので、理不尽だなと思います、みたいなことをまあ、拾って、まあ、いるということで、まあ、さっきの、まあ、彼ら、津田さんのコメントの通りですよ。告発が受理され捜査をしたので、捜査の結果は、手続き上ですね、検察に送られなきゃいけないっていうだけの話でね、まだ逮捕され、まあ、まだっていうか、逮捕はされてないし、ね、そもそも裁判が開かれるかどうかっていうか、起訴されるかどうかわからないと、いうことです。でね、この件に関してはですね、まあ、昔立憲民主党の初鹿さんっていたでしょ？初鹿昭弘議員ね、東京の比例区で立憲民主党も今離党してる人ですけれども、この人ですね、知人に対する強制わいせつでこの人も書類送検、ね、まあ書類送付されてます。で、これ有罪になるかと思いきやですね、検察はですね、不起訴としまして、初鹿さんお咎めなしと、まあそもそも刑事裁判が開かれなかったと、いうことになりました。で、今回のケースもそうなる可能性は高いのかもしれないんですけど、ただね、この初鹿さんのケースの時に、こういうコメントをしていた人がいるんですよ。はい。初鹿さんに対してね、この、初鹿さん、書類送検されて、まあ、そのね、最終的にまあ、不起訴になったわけですけど、まあ、それに対してね、こんなコメントをしてる人がいます。報道を見る限り、立憲は初鹿議員に何らかの処分を決断しないのでは、決断しないといけないのでは、警察の捜査次第といっても実際に書類送検はされたわけで党の事実層から考えてもここでうやむやにするべきではないでしょう。性暴力と女性スキャンダルは違うと、いうふうにですね、もう割と正論に近いコメントされている方いらっしゃいますよね。実際に書類送検されたわけだからやっぱりこのね、法的なね、まあその裁き云々の前にね、書類送検されたという事実でね、これ重く見てね、立憲民主党は組織として処分しなきゃいけないと、ね、社会的な制裁を食らわせろみたいな、そういう文脈で言われてる方がいらっしゃったんです。初鹿さんの時にね、いやー正論だなーと思ってね、誰のツイートかと思ってよく見てみたらね、2019年12月20日津田大輔って書いてたんですよ。あ、津田さん書類送検されただけでこんな制裁を加えろみたいなことをおっしゃってたんですね、昔ね。なるほどね。初鹿さんには、書類送検を重く見てね、実際に書類送検はされたわけで、ね、警察の捜査次第とは言ってもね、処分しなければいけない。何らかの処分を決断しないといけないと、いうふうにね、正論を述べられていたということで。いやー、ツイッターって消せない足だと残ったな。俺も気をつけようと、いうふうに思いました。はい。ということで、皆さんね、書類送検っていうのの意味分かりました？ね、あんまりこれでその、厳罰に処税とかなんとかとか騒いじゃダメですよ。これは検察がね、決めることですからね。はい。落ち着いて、このニュースは、見ていただければというふうに思います。はい。ということで、今日の内容面白いなと思った人ね、高評価ボタン、そしてチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ゴー。